新6レース馬場入場です。阪神競馬場第6レースの出走メンバーの入場です。阪神6レースはメイクデビュー阪神2歳新馬ダートの 1800m 出走馬は11頭です。1番クレメダンジュ後ほど入場します。馬体重は462キロ、鞍上和田龍二騎手、単重量54キロ。2番ビリーブースター、父は里野アラジンです。馬体重546キロ、鞍上は水口雄也騎手、単重量55キロ。3番ジョータルマエ、父は北高タルマエです。デビュー戦馬体重520キロ、鮫島勝馬騎手55キロ。4番バンドゥラン、父フリオーソ、馬体重は480キロ、三幸秀明騎手55キロ。5番ビネッサ、父は北高タルマエです。馬体重452キロ、藤岡浩太騎手55キロ。6番ライトライズライト、父ビクトワールキサ、馬体重474キロ、岩田未来騎手55キロ。7番クリノダンディ、父はコパノリッキーです。馬体重440キロ、鞍上は川端海斗騎手、単重量52キロ。8番ワンダーミズ、父エスケンデレア、馬体重474キロ、荻野拓磨騎手54キロ。9番バレーニュ、大和メジャー産駒、512キロでのデビューです。段野大成騎手55キロ。10番ミッキーゴーゴー、父はデラメンテ、馬体重522キロ、松山光平騎手55キロ。11番コンティノアール、父ドレフォン、馬体重530キロ、鞍上坂井雄生騎手55キロ。1番のクレメダンジュも入場しました。父はラギです。デビュー戦馬体重462キロ、鞍上は和田龍二騎手、単重量54キロです。ダートコース馬場状態は主の発表です。阪神6レース、メイクデビュー阪神2歳新馬ダートの 1800m 出走11頭。スタートまでしばらくお待ちください。阪神競馬場6レース、メイクデビュー阪神2歳新馬ダートの 1800m、11頭がデビューを迎えます。ダートは朝から主のコンディションで変わりがありません。上空日差しのない阪神競馬場、北寄りの風が午後になって少し強くなってきたような感じがあります。その風を右側から受けながら11頭がこれから最初のレースに向かいます。冷たい六甲おろしというにはまだ少し季節が早いような感じもしますが、かなりその吹く北風には冷たさを感じます。ダートの新馬戦、体の大きな馬が多く、このレースは500キロを超える馬体重の馬が11頭中5頭います。枠入りは残り1頭です。11番のコンティノアール、今日は馬体重530キロでデビューを迎えます。コンティノアール11頭収まりました。スタートしました。外10番のミッキーゴーゴー、11番のコンティノアールコーススタートを切りました。おっと、7番のクリノダンディがややつまずくような格好がありましたが大丈夫です。体勢立て直しています。内から3番のジョータル前、8枠の2頭が出ていきました。10番ミッキーゴーゴー、11番のコンティノアール、あとは内から3番のジョータル前、外から9番のバレーニュ、間4番のバンドゥラン、そして内々を通って1番のクレメダンジは中段を進みます。1コーナーをカーブしていきます。
先頭10番のミッキーゴーゴーが立ちました。リードは4分の3馬身から1馬身ぐらい。2番手11番のコンティノワールで第2コーナーのカーブです。差を詰めていった9番のバレーニュ3番手、差がなく3番のジョータルマエ、4番のバンドゥラン、ここは差がありません。バックストレッチに入っています。1馬身半離れて中段、外2番のリリーブースター、内1番のクレメダンジュ、その外には7番のクリノダンディです。後方は6番のライトライズライト、その外を通って徐々に上がっていった8番のワンダーミズ、7番のクリノダンディが少し位置を下げています。最後方から5番のビネッサ、手が動いています。3コーナーのカーブに入ります。10番のミッキーゴーゴー先頭、 1000m の通過は1分5秒6遅めのペースになりました。並んでいった11番のコンティノワール、8枠の2頭、その外9番のバレーニュ3番手、ほとんど差がありません。600切りました。動いていった1番のクレメダンジュ、外から2番のリリーブースターも差を詰めていった。内3番のジョータルマエ、手が動いています。あと4番のバンドゥランも少し後ろに下がってしまいました。4コーナーのカーブに入ります。先頭10番ミッキーゴーゴー、11番コンティノワール、2頭並んで直線に向きました。3番手に上がった1番のクレメダンジが前を追ってくる。その後ろ9番のバレーニュ4番手、内3番のジョータルマエは5番手、残り200を切って抜けた。11番のコンティノワール坂を上がってくる。しかし1番のクレメダンジが一気に差を詰めてきた。クレメダンジ差を詰めてきた。内10番のミッキーゴーゴー3番手、11番のコンティノワール、1番のクレメダンジ差を詰めますが、11番のコンティノワールだゴールイン。1番のクレメダンジ2着、10番のミッキーゴーゴー3着、あとは離れました。勝ちタイム1分56秒1、ドレフォンサンクコンティノワールデビュー勝ち。スタートよく道中は2番手を追走、直線を向いて坂下で追い出されると後続を突き放しました。11番のコンティノワールが勝っています。坂井隆盛騎手、2着は1番のクレメダンジュ、そしてペースを握った10番のミッキーゴーゴーが3着の入線です。勝ちタイムは1分56秒1、上がりゴールまでの 800m は50秒5、 600m は37秒6でした。 1000m が1分5秒台という遅い流れ、それを2番手で追走した11番のコンティノワールが勝っています。着順掲示板5着まで点滅しています。1着11番コンティノワール、ドレフォンサンクのコンティノワール、2着1番クレメダンジュ、3着10番ミッキーゴーゴー、4着8番ワンダーミズ、5着3番ジョータルマエの順。勝ちタイムは1分56秒1、上がりゴールまでの 800m は50秒5、 600m は37秒6でした。確定までお待ちください。8枠の2頭でレース引っ張ってましたが、コンティノワールはちょっと手応えが抜群のように見えましたもんね、うん、強い勝ちっぷりでした。11番1番10番最終オーツです。1番人気、5番人気、2番人気の順です。単勝11番 2.0 倍、枠連18 8.7 倍、馬連1番11番 18.5 倍、馬単11番1番 24.2 倍、三連複1番10番11番 17.7 倍、三連単11番1番10番 93.3 倍です。はい、東京の5レース、阪神の6レースと矢作厩舎連勝ですね。確定までお待ちください。